よし、やりましょう。山中慎二です。今日はフェアウェイウッドの大きな勘違い、間違いについて、お伝えさせていただきます。フェアウェイウッドなんですが、やっぱり、一番なんですけど、フィニッシュをしっかり取るってことですね。終わり良ければ全て良しじゃないですけども、終わりがいいからこそその前の過程の動きがいいんですね。その終わりがいい過程の動きっていう面においては、やはりダウンスイングの浮かし方や足の踏ん張り方、とても大事です。特にやっぱりこうフィニッシュが取れない人の大半の原因、まず一番はですけども、インパクトを当てようとする方がいらっしゃいます。当てようっていうあまり体の動きを度外視して腕で打っちゃう人いらっしゃいます。次、2番目とすればダウンスイング中の体の動きですね。本当に左サイド、右サイドあるんですけども、右サイドが極端に下がってしまう人っていうのは、やっぱりこうフィニッシュが取れないっていうことですね。でもう一つは3番目、当てる意識から足の意識っていうのがすごいなくなります。この足の意識がしっかりあればフィニッシュっていうのはしっかり取れるんですけども、足の締まりがスイングの締まりなんで、その辺ちょっと覚えていただけたらいいと思います。その3つ説明したいと思います。まずフェアウッドですけども、やはりフィニッシュが取れないっていう人ですね。やっぱりよくいませんか、フィニッシュこんなんなる人や、振った後にボッとボッとってなる人、そういう方っていうのはやっぱり一番ですけども、この当てるっていうことによって、当て具合で自分がミスショットだっていう外れてしまう、いけたなって思ってちゃんとフィニッシュとしてはいらっしゃるんですね。そうではなくて、やっぱり当てるじゃなく、しっかりフィニッシュを振るっていうことも大事。一番はやっぱり当てに行く動作があることによって、前に突っ込んであってフィニッシュを取れないっていうことがまず1点ありますね。その辺当てるじゃないです。でもう一つですね、フィニッシュ取れないっていうことにおいても、やっぱりずっとバックスイング上がってますから、やっぱりこうなることによって、こっち側が下がることによってフィニッシュ取れないんですね。つまりアマチュアの方々の本当にもう 80% ミスの原因は、打とうとするときに右サイドが下がってしまう、この動作で皆さんミスってしまうし、むしろそこを抑えると大体のこれも上手に出ます。ここすごく大事ですね。で、3つ目ですね、やっぱり当てるばっかりして腕ばっかり意識してしまって、足の感覚がなくなっちゃいます。特にですね、打つときに下ろすときの足の踏ん張り、バックスイングずっとして、ここから打った後の特に左足の締まり、大体の股関節しっかり踏ん張って打つってことですね。足の締まりが本当にスイングの締まりですので、この3つを踏まえて、打ってみたいと思います。しっかり当てようとするのではなく、ダウンスイング中も下がることなく回転する、しっかり踏ん張って打つっていうことですね。この3つ打ちたいと思います。当てる意識はほぼなく、スイングの中でずっと上がってとこう打つっていうことですね。そういう風にすることによって、しっかり踏ん張れて打つことによって、フィニッシュが取れれば、終わり良ければ全て良しなんですけど、終わりがいいっていうことは、その前の過程がいいってことなんで、結構フィニッシュをバランスよく取ることから心がけていくと、スイングのいろんなヒントにつながりますので、ぜひそこも参考にしてください。では次の動画でお会いしましょう。